JAXA。 こんにちは、ナビゲーターの福田由香です。今大きな注目を集めている宇宙ビジネス、もちろん日本も例外ではありません。そこでニュース先取り、今宇宙ビジネスの世界では何が起きているのか、その最新情報をお届けするキャッチアップ宇宙ビジネス最前線、ビジネスパーソン必見です。さて今日は宇宙ビジネス入門をお出しになるなど宇宙ビジネスについて大変詳しい石田正康さんをお招きしました。石田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて石田さん、はい、宇宙ビジネスって言いますと思いつくのはロケットの打ち上げとかなんですけども、ね、はい、実際にはどのようになってるんですか？そう、確かにロケットの打ち上げってすごい分かりやすいので、うん、皆さん宇宙って言うとロケットと思うんですけど、そうですね、もっとですね、今宇宙ビジネスってのはいろいろ広がっていて、まあ、衛星とか衛星から来るデータを使ったりとか、うん、まあ、最近話題の宇宙旅行とか結構ニュースになってますけど、それ以外にも月とか火星とかもっとこう遠い宇宙に行こうというビジネスもあってですね、非常に多様化が進んでいる話題のビジネスかなと思います。なるほど。その中でも今日はまずどんなことから紹介してもらえるんでしょうか？今日はですね、一番僕らの生活に身近なリモートセンシングを活用した宇宙ビジネスというのを最初にご紹介したいと思います。リモートセンシングって言葉自体はあまり耳なじみがないんですけれども。そうですね、多分多くの方は聞き慣れない言葉だと思うんですけど、うん、名前の通りですね、遠くから何かを見るということで、一番身近なので言うと朝 のテレビのニュースとかで見る、はい、気象予報、なるほど、ひまわりっていう名前、はい、皆さん聞いたことあると思いますけども、はい、あれもですね、まさにリモートセンシングの典型例かなと思います。なるほど、うん、それがビジネスになるとどんなところに結びつくんですか？ですね、もういろんな分野で使われてるんですけれども、うん、やっぱりこう遠くから見ることによってですね、広いものが見れたりとか、うん、衛星って定期的に地球の周りを回ってるので、うん、定点観測をすることができたりとかいうので、建設現場とかですね、インフラとかエネルギーとかいろんな分野で今活躍しています。すごいですね。その中で今日はどんな分野を紹介してもらえるんでしょう？そうですね、一番昔からよく使われているですね、農業におけるリモートセンシングの活用をご紹介したいと思います。こちらはリモートセンシング専門会社として20年の実績があるグローバルベンチャー企業ビジョンテック。衛星のリモートセンシングデータからの情報抽出の技術やその利用・応用技術の開発を行い、必要な情報の抽出やユーザーのニーズに沿った利用に結びつける仕事を主な業務としています。そんなビジョンテックが始めた農業向け情報提供サービスシステム、それが水稲圃場モニタリングサービスアグリルックです。使われるところは農業の分野で、しかもその農業の中でも土地利用型っていうんですけども、いわゆる畑ですね。でその中でも日本の場合はお米が非常に多いんですね。でお米にターゲットを絞って人工衛星を使って解析しようというのがアグリルックっていう称してるんですが、それがシステムになります。このアグリルックはどのような農業従事者をターゲットにしているのでしょうか？衛星を使えばいっぺんにそこが取れる、しかも定期的に取れますと。で言ってみると、そのデータっていうのはいわゆる、凍結していつでも活性化できるという特徴がありますので、過去から今までどうなってたのっていうことがすぐ分かる。それが分かると先行きこうなるねっていうのが分かる。そういうことによって少子高齢化の中で宇宙利用することによって農業が安定して拡大することが可能だろうと。農業従事者の高齢化や農作業の効率化など、日本の農業が抱える課題解決の切り札として期待されるアグリルック、今後のビジネスの可能性はどうなのでしょうか？
まあ、今日本の精密農業を持った衛星技術の農業、これが世界へ出していくということで、どちらかというとグローバルなマーケットですね、世界マーケットを衛星を使えばできると。なるほど、宇宙の技術と農業ってちょっと意外な感じがしたんですけども。そうですね、こうして見てみると納得できますね、はい、うん、そうですね、はい、こういった他の分野とのマッチングってどんなところで他にあるんですか。これ農業の絵じゃないですか、ここに都市部写ってますよね。あ、写ってますね。この都市部をですね、衛星で見に行くのを使うと、やっぱりこう都市計画を立てるように使ったりとか、あとは建設現場とか、そういう建物の管理とかに使ったりすることもありますし、あと左上に海が写ってると思いますけども、そうですね、やっぱこう海の状況とかを衛星から見ることもあって、まあ、そういうデータやっぱ漁業とか、最近だとすごい伸びている養殖とかに使われたり、まあ、いろんな分野に使うことができます。もういろんなところで幅広く将来期待ができる、はい、ということですね。そうですね、今後まあ成長が期待される分野ですね。いや、それも楽しみなんですが、石田さん、続いてはどんなことをご紹介いただけるんですか。2つ目はですね、すごいユニークなんですけれども、エンターテインメント分野における宇宙ビジネスをご紹介したいと思います。エンターテインメントと宇宙ですか。はい、どんなところで。これですね、皆さん流れ星って、まあ、人生で1回ぐらい見に行ったことあると思うんですけど、人工で流れ星を作ろうという、実はベンチャー企業が日本にあってですね、そこの事業をご紹介したいと思います。人工で流れちゃうんですか。はい、夢たくさん叶いますね。そうですね、まあ、世界でもこの企業しかやってない非常にユニークなビジネスなんで、世界でここだけの。そうですね、はい、楽しみです。宇宙ビジネスを手掛けるベンチャー企業エール、世界初の人工流れ星事業は、特殊な素材の粒を軌道上の人工衛星から宇宙空間に放出、大気圏に突入させることで流れ星を人工的に再現するというもの。粒が大気圏で燃焼する様子は、地上からは流れ星のように見え、その輝きは最大で200キロ圏内で同時に楽しむことができるとか。シーザー流星群をその大学の友人たちと見に行って、で、すごい綺麗だったんですよね。で、流れ星っていうのはこんな小さい粒からできているので、塵からできているので、人類がこう、人間がこう、なんかこう上から粒を放出とかしたらできるんじゃないかなみたいな話になって、それがきっかけでした。さらにこの人工流れ星事業は、エンターテインメントと同時にさまざまな科学発展への貢献も目指しています。で、今まで高層大気っていうのは気球でも到達できなくって、こう人工衛星でもなかなか観測が難しいという場所だったんですけれども、私たちが流れ星を流すことでそこの研究が進むと考えられております。その我々のデータを、合わせることによって、天気予報の精度が上がったりですとか、昨今の気候変動が、早めに予測できたりとか、そういったようなことが考えられます。エンターテインメントと科学の両立を目指すという人工流れ星事業、今後どのような需要を見込んでいるのでしょうか。世界初の流れ星を流すというのを広島瀬戸内地方で行おうとしているんですけれども、でその流れ星は直径200キロの圏内でみんなが楽しむことができて、色が変えられるとか、いろいろな演出が考えられます。エンターテインメントのイベントコンテンツとなるので、宿泊客が増えたりとか、まあ、地方創生という意味で非常に需要があるといただいて、お声をいただいております。実はこの事業、JAXA がイプシロンに搭載する実証テーマ候補として選ばれました。非常に反響がありまして、まあ、メディアからもたくさんお問い合わせいただいたりですとか、海外系の野外でやる音楽フェスティバルの方々などからお問い合わせをいただいたり、もう本当にこれからも非常に大きな市場が広がる、そのもう
もう広がる直前みたいな、そういう、こう印象で語られることが多いんですけれども、やはりそうなってくると思いますし、そうなってほしいと思っています。いや、実際映像で見てもとても綺麗ですけども、はい、これが生で見られるようになるんですよね。そうですね、もう間もなくこういったサービスが始まるというのは非常にこう期待が高まりますよね。石田さんはこの流れ星のビジネス、どんな風に見られてますか？やっぱりこうエンターテインメントと宇宙をやる企業というのは本当にこう少なくてですね、とってもまあユニークだなと思うのと、まあこう地上だけじゃなくてですね、まあ、200キロ範囲で見れるということなんで、まあ、飛行機から見ることもできるんじゃないかなと思うので、なるほど、まあ、どの角度から見るとですね、どういう風に見えるのか、まあ、そういうのをこう将来楽しみにしたいなと思います。本当楽しみ楽しみですね、はい、さて石田さん、続いてはどんなビジネスを紹介してもらえるんでしょう？最後はですね、最近まあ話題の宇宙旅行に関してご紹介したいと思います。宇宙旅行、はい、ニュースでも聞きますね。そうですね、宇宙旅行の何を教えてもらえるんですか？宇宙旅行っていうとですね、実はまあいろんなパターンがあって、あの地球から非常に近いところもあれば遠い月に行くなんていろんなプランがあるんですけれども、まあ、そういった宇宙旅行を始めようというですね、日本の企業が出てきたので。日本で？そうです。これまではまあアメリカの企業とか結構ですね話題になることだったんですけども、ここまあ僕たちが住んでる日本でもですね、そういったのを目指そうという人たちが出てきたので、そのまあビジネスをご紹介したいと思います。その企業の名前はスペースウォーカー。小惑星探査機はやぶさの開発者やIHI 三菱重工業の元トップエンジニアたちにより2017年12月に設立され、 JAXA と技術提携しながら有力ロケットの実用化を進めています。スペースプレインという飛行機型のロケットの製造をしています。でスペースプレーンというのは翼のある機体なのですが、まあ、ミサイル型ですとやっぱりどうしても燃料の上に人が乗るということで不安を覚える方がいらっしゃると思うんですけど、飛行機の延長である、まあ、スペースプレーンが宇宙を目指すことによって、まあ、安心安全な機体を作れるように会社を作っています。そのスペースウォーカーが2027年に日本初の有人宇宙飛行の実現を目指すと発表しました。定期的に運航できるようになって安全性が立証できたら2027年頃を目指しているのですが、宇宙旅行のスペースプレーンを飛ばそうと思っています。これはもう100キロを超えるところに人類が行ける機体になるのですが、一部の限られたお金持ちだけではなく全ての人が宇宙に行けるような未来を僕らは目指しています。誰もが気軽に宇宙に旅することのできる未来のために、スペースプレーンによる有人宇宙飛行の実用化商用化を目指すというスペースウォーカー、ビジネスとしての可能性についてはどうなのでしょうか？この機体自体は行って帰ってくることが前提になってますので、我々がそれを実現することができれば、例えば高価な機材を乗せても5分から6分ぐらいの微小重力実験というのができるようになると。まあ、衛星よく 10% ぐらい壊れるというふうに言われてまして、じゃあその大量にばらまいた後 10% ぐらい壊れる1機2機の交換のために大型のロケットを使うかったら、まあ、それはなかなか難しいんじゃないかと。でそこで小型ロケットをのニーズがあるんじゃないかなというふうに考えています。で有人宇宙旅行に関しましては非常にこれマーケットは大きいと思ってまして、まあ、つまり東京ニューヨーク間を本当に1時間以内でこう行き来することができれば、まあ、ビジネスマンの方々にもそういうニーズもあると思いますし、まあ、着いた後にも時間がしっかり取れるっていうところで需要も取り込めるんじゃないかなというふうに考えています。いや石田さん、はい、誰でも宇宙旅行ができるなんてそんな信じられないような未来が目の前にやってきてるんですね。そうですね、はい、
石田さんはこのスペースウォーカーの取り組みどのように見られてますか？やっぱりですね、こう有人というか宇宙旅行のためのですね、開発機をこう取り組んでる企業というのはすごい少ないので、まあ、そういった意味でもすごい期待したいなと思いますし、あのスペースウォーカーさんとですね、やっぱチームメンバーがすごい面白くて、まあ、半分ぐらいはですね、こうやっぱりこう従来の日本の宇宙開発をリードしてきた方と、まあ、半分ぐらいはですね、こう従来宇宙と関係のなかった外の業界から来た人がこうチームを組んでいるので、まあ、そういった意味でもこう新しい発想とかですね、新しいアイデアが出るんじゃないかなと思います。いろんな分野が合わさったことによる化学変化ですね。はい。さあ石田さん、いろいろお話聞かせていただきましたが、最後に宇宙ビジネスの将来性について聞かせてもらえますか？そうですね、まあ、今日ご紹介したように宇宙ビジネスといってもですね、いろんなこうビジネスの可能性が出てきていて、まあ、いろんな新しい企業さんがですね、入ってきて、まあ、非常に盛り上がっていると。で、一方ですね、従来こう宇宙をリードしてきた、まあ、政府系機関とか JAXA さんとか、こういった方々もですね、いろんな取り組みを始めていて、こういった民間企業とですね、パートナーシップをどんどん結んでいるというのがあるので、まあ、そういったですね、両方の、プレイヤーの力がですね、一つとなってこれから大きな産業になっていくんじゃないかなと思ってます。なるほど。もう楽しみなことがありすぎて、もうますます目が離せませんね。はい、石田さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。